手術が終わって帰ってきました。ちょっとね、こういう感じでこうね、型でね、釣ってないとダメなんですよね。なんでちょっとね、マニュアル車とかはね、もう運転できないです。オートマも難しいね。ちょっとね、しばらくはちょっとこういう状況なんで、また明日病院行くような感じです。それでまあ感じとしては、手術やった感想ですね。まず結構ね、大掛かりな手術になったみたいです。一応なんかね、普通に手術台に乗せられて、結構ね、脈拍とか測りながら、結構ね、医者の人も5、6人いましたね。一応局部麻酔で、やりましたね、私の場合。左手のとこね、ちょっとごめんなさい、今麻酔打ちますって言って、痛いですが我慢してくださいっていうことで、打ったらね、やっぱ結構ね、麻酔打つのがまた痛かったですね。そっからね、麻酔が効くか効かないかぐらいにて、もう切れ始まりました。じゃあちょっと切ります、的な感じで。あ、で、まあ結構ね、こっちは意識はっきりしてるんですが、こっちでね、こう、手術してる方向を見ようとすると、いや、反対側向いていてくださいって言われてね、こう、まあ逆の方にね、手術してるとこはね、見えないようになってたみたいです。で、それで、手術やってる最中なんですが、一応ね、レントゲンの、やつがモニターがありまして、そちらでね、金属片がどこにあるかっていうのがね、常に分かるようになってましたね。で、手術やってる最中もそのね、レントゲンの動画を見ながら、ここに金属片があるってことで、こう切り開いてね、手のひら切り開いてやってきました。で、途中でね、ああ見つかった見つかったってね、まあ医者の人が言ってたんで、で、そこからね、こうピンセットでほじくり返してなんとかね、取れました。そうなんですが、結構ね、傷に金属片が入ってから1日2日ぐらい経っちゃったのかな、結局。なんで結構ね、傷口が可能していたために、一応ね、傷口の方をね、普通は縫うみたいなんですよ。でもね、可能してるんで、その可能をね、消毒しなきゃいけないってことで、一応ね、傷口はね、開いたまま固定になりましたね。というわけで今ね、結構ね、麻酔が切れて、さっきね、点滴やってきたんですけど、結構まだなんかね、今頃痛くなってきましたね。結構ジンジンしてます。まあというわけでね、しばらくね、ちょっと動画の更新はできないと思います。皆さんね、今までに上げた動画が多分ね、400本以上あるんで、そちらの方でも見て暇つぶししてください。皆さんもね、早めに、もし傷口に、まあ、トゲとか、まあ、金属とかなんか刺さって、その、刺さったやつが取れなくなったっていう時は、ちょっとね、一応大事を取って、お医者さんの方にね、行った方がいいかもしれないです。これね、多分、可能してたら、もっとね、大変なことになってたらしいんで、多分ね、その、毒が回ったりして、なんか、大変な感じになっちゃうのかな？よくわかんないですけど。なんで、皆さんもね、一応、トゲとか刺さって取れないときは早めに病院に行きましょう。それではまた会いましょう。バイバイ。手触れないからね。ああ、大変だ。ちょっとね、これからどうすっか問題だね。車の修理はもちろんできないし、運転もできない。袖にこれ通せないから、結構ね、服も着られないという状況です。ちょっと明日ね、明日もう一回病院行くようなんで、そっちで行ったらどうなるかね。ちょっとはこれが収まるのかどうか、ちょっと経過をまた後で報告します。それではまた会いましょう。バイバイ。今度こそ。もう一般人でーす。そんで一応ね、薬ね、もらってきました。大体ね、3種類ぐらいね、もらってきましたね。まずは、ロキソニンですね。これロキソニンです。これね、痛み止めですね。で、次にもらってきたのが、取れない。これか。これが、レバミピド錠。胃薬。胃薬ですね。胃の粘膜を保護する薬みたいです。で、もう一個が、セフジトレンピボキシル錠。
なんか難しい名前ですが、なんかね、細菌による感染症を治療する抗生物質だっていうことですね。可能してるんでね、多分それを止める薬だと思われます。これね、朝昼晩、毎食後ね、1錠ずつ全部飲まないといけないらしいです。じゃあね、手術にかかったね、料金の方をね、ちょっと見てみましょう。一応ね、これが、大体のね、料金、これがね、大体の料金です。こうね、いろいろかかってます。ちょっと上に行くと自分の住所とかで出ちゃうんで、ダメですか。これがね、合計金額です。約ね、3割負担で 12,589 円かかってます。多分ね、これ保険証がないと、全部負担すると大体ね、4万ぐらいになるのかな ?4 万ちょっとぐらいですね。なんでね、こういう時にね、健康保険入っといてよかったなって思います。あと、薬の方もね、一応見てみましょう。ね、薬の方、3日分の、薬の料金です。こっちはね、結構安いです。320円ですね。これも、3割負担になっております。というわけで、一般人のね、手術をやってみた動画、これで、1回ね、終了になります。ここからは、ちょっとね、多分しばらくね、撮影とかできないくなるかもしれないですね。ちょっとこの手なんで、まずね、不便なことが、缶詰すらね、こう開けにくいんですよね、一人だと。多分ね、こうなんかで押さえといて、こう引っ張んないと開けられないんで、結構、やっぱね、片手ないと不便ですね、これは。皆さんもね、こうなってから気づくと思います。それはね、皆さんもちょっと怪我には注意しながら、安全にやりましょう。また会いましょう。バイバイ。